隣町にはある都市伝説が噂になっていました。その都市伝説とは、マスクをつけた、そして鎌を持った女性が近づいてきてこう尋ねます。私綺麗。それで何を答えようとも、その女性は襲ってくるのです。ポマード。その恐ろしい都市伝説の噂になる女性は、なぜそのような行為をし向かってくるのでしょうか。皆さんお考えください。それでは口先女物語。